ところが、王の少年、自分ルールを設けてました。こね、小学生では考えないような、まあ、むしろ小学生だからこそ思いつくような、こう、柔軟なルールです。ピンポン押して、10秒経って、先生が出てこなかったら、変えるっていうね <laughs>。で、このルール、一回だけ適用したことがあるそうです。あの、本当に家に帰ったらしいんですよ。ピンポンって押して、 十、九、八。ちょっと早めに数えて、十秒経って帰ったらしいんですよ。で、本当に家に帰ったら、当然ね、先生から電話がかかってきて、大野くんがいないと。ただですよ、大野少年的には、いや、先生がいなかったって言うんですよね。もうね、あの、関西弁で言うと、なんちゅうやっちゃですよ。<laughs> これが、塾に行くも即帰宅事件ってやつです。